国際宇宙ステーション組み立て順序では、国際宇宙ステーションの建設における組み立て順序を、記述する。なお、開始日は1998年11月20日で、あり、未だに完成していない。シャトル退役以降の2016年現在は、有人輸送手段としては、ロシアのソユーズ宇宙船のみが運用されている。また物資輸送手段として、 ロシアのプログレス補給船が主に使用され、2009年からは日本の宇宙ステーション補給機が2012年からは米民間企業のスペース X 社のドラゴンが2013年からはオービタルサイエンシズ社のシグナスが使用されている。2011年にアメリカのスペースシャトルが退役するまでは有人、物資輸送の両面において主要な輸送手段として用いられていた。 2008年から2015年にかけては物資輸送手段としてヨーロッパの欧州補給機も用いられた。2008年にヨーロッパ宇宙機関が ATV1 号機を打ち上げた。この ATV は宇宙ステーションのリブーストが可能であり、それまでロシア側が10年近く担当していたがヨーロッパの ATV がその一部を肩代わりするようになった。ATV は2015年はじめに ATV-5 が最後のミッションを終えた駅した。2009年に日本の宇宙航空研究開発機構が HTV-1 号機コウノトリを打ち上げた。2012年には米民間企業のスペース X 社がアメリカ航空宇宙局との契約に基づきドラゴンを打ち上げた。また2013年からはオービタルサイエンシズ社のシグナスも参入し、 スペースシャトル退役後は、大型物資の輸送は、HTV とドラゴンとシグナスによって行われている。ノーチラス XISS 実証機下記は、提案が行われたモジュールで、ISS の計画としては承認されていない構造レベルのもの。下記モジュールは提案されたものの後に放棄された。計画時のままなので順序通りに番号が振られていないことに留意。ありがとうございます。